日本政府による入国制限の緩和を受け、台湾の空港では日本へ観光に出かける旅行客が行列を作りました。現地時間午前4時過ぎ、台湾の桃園空港には東京などへ向かう観光客の行列ができました。日本政府は今日から台湾からの短期渡航者のビザを免除するなど、渡航制限を大幅に緩和しました。新型コロナが拡大する前の2019年、台湾からの訪日客は年間およそ491万人に上りました。台湾でもあさってから渡航制限が緩和され、強制的な隔離も実質ゼロになることから、観光などでの往来の復活が期待されます。